ロサンゼルス暴動。ロサンゼルス暴動とは、1992年4月末から5月頭にかけてアメリカ合衆国、ロサンゼルスで起きた大規模な暴動。新旧の人種問題、売信性の難しさなど暴動の背景にある多くの問題が浮き彫りになった。日本の報道によるロサンゼルス暴動は、ロドニー・キング事件に対する白人警察官への 無罪評決をきっかけとして、突如起こったかのような印象を与えることが多かったが、その潜在的要因として、ロサンゼルスにおける人種間の緊張の高まりが挙げられる。アフリカ系アメリカ人の高い失業率、ロサンゼルス市警察以下、LA 市警による黒人への向上的な圧力、韓国系アメリカ人による旅を越した黒人別視、 差別に対する不満などが重なり、重層的な怒りが、サウスセントラル地区の黒人社会に渦巻いていた。そこに、ロドニー・キング事件の l h k 警官に対して、無罪評決、ラターシャ・ハーリンズ射殺事件における、韓国人店主への異例の経済判決が引き金となり、黒人社会の怒りが、一気に紛失して起きた事件であると言える。事件の重要な要件として、 暴動が始まったサウスセントラル地区の人口比率の変化が挙げられる。サウスセントラルはかつて黒人地区であったがヒスパニック系が居住者として取って代わるうになり、一方では韓国系アメリカ人がそれまで黒人の所有していた酒屋や雑貨店などを買い取って商売を始めていた。国勢調査によれば歴史的に黒人居住地区であった場所における ヒスパック系住民の増加率は119%に達していたという。こういった地区では商店などの経済競争が人種間の増を高めていった。それまで黒人が一手に引き受けていた単純労働は半分の賃金で働くラテン系移民へと移っていった。また、韓国人、コリアンアメリカによる極端とも言える。黒人別紙などもあり、韓国人商店と客である。 黒人住人との関係のみならず、黒人社会と韓国人社会全体が明確に断絶していた。黒人住民たちは、韓国人商店の客扱いがひどく商品が値上がりしているとの不満を持っていた。すでに1989年の時点で、スパイクリー監督の映画、ドゥ、right ・ザ・ライト・シングルは、こうした人種間対立を題材に扱い、 上記のような黒人社会と韓国人社会の対立も描きながら人種間対立が暴動へと発展する様子を描いている。1991年3月3日、黒人男性、ロドニー・キングがレイクビューテラス付近でスピード違反を犯し、LACK によって逮捕された。その際、二十人にも上る白人警察官が彼を車から引きずり出して装備のトンファーバトンや マグライトでオーダー、足毛にするなどの暴行を加えた。たまたま近隣住民が持っていたビデオカメラでこの様子を撮影しており、この映像が全米で報道され黒人たちの怒りを膨らませた。この事件でビデオに映り身元がわかる白人警官3人、ステーシー・クーン巡査部長、ローレンス・パウエル巡査、ティモシー・ウィンド巡査とヒスパニック系警官1人、 セオドアブリセイの巡査の計4人が起訴された。裁判の結果、警官たちのキングは巨漢で酔っていた上に激しく抵抗したため、すででは押えつけられなかったとの主張が全面的に認められ、実際はおとなしく両手を当て地面に伏せたキングが無抵抗のまま殴打され、医療記録によると顎を砕かれ、足を骨折、片方の眼球は潰されていたとされるが、 裁判では認められなかった事件発生から1年経過した92年4月29日に陪審員は無罪評決を下した。これについては白人住民の多かった市民バレーで法廷が開かれ、陪審員に黒人は含まれていなかったことも原因の一つであと言われる。ロドニーキング事件のわずか13日後となる1991年3月16日。 持参したバックパックに1ドル79セントのオレンジジュースを入れ、手に支払いのための小銭を握っていた黒人少女、当時15歳デルラターシャ・ハーリンズを韓国系アメリカ人の女性店主とジュンコ、トースンジャ、スンヤーディーユ、当時49歳が射殺したのである。事件の様子は防犯ビデオに収められており、二人はもみ合いになった、後に少女が店主の顔面を呼んだうだ。 店主は床面に激しく転倒させられた。店主は少女に椅子を投げつけた。その後、県のオレンジジュースをカウンターに置いて店から歩いて出て、行こうとする少女に対して、韓国人店主は背後から銃を向け、その頭部を撃ち抜いた。寸者は逮捕され、事件の判決は、同年11月15日に出された。陪審員は16年の懲役を要求していたにも、かかわらず、 判決は5年間の保護観察処分、及びボランティア活動を400時間、罰金500ドルという殺人罪としては異例に軽い、ものであった。この判決は、黒人社会の怒りを再び煽ることとなり、無実の黒人少女を射殺するという、この事件により、黒人社会と韓国人社会間の圧力は頂点に達した。百九十一年十一月五日、ラッパーのアイスキューブは、 アルバム、デス・サーティフィケートを発表。このアルバムの中に収録された、ブラック・コリアという曲において、韓国系アメリカ人の経営する商店で、黒人の少年少女が入店すると、商店主が万引きしないか際にの眼差しで見たり、後をつけたりすることを歌詞で述べ、黒人社会と韓国人社会間に存在する、圧力を描いた。曲の最終部では、 韓国系アメリカ人による黒人への分別的な態度に対する鬱積した怒りを次のように表現した。発表時期とその歌詞内容からして、この曲がラターシャ・ハーリンズ射殺事件に代表される状況を指しているのは明らかであるが、この曲がロサンゼルス暴動の火付け役になった可能性は否定で、キーであろう。 九百九十二年四月二十九日、LACK の警官への無罪評決が下されたこの日、評決に起こった黒人たちが手のつけられないボートと化し、ロサンゼルス市外で暴動を起こして、商店を襲い、放火や略奪を始めた。また、小規模な暴動及び抗議の動きはロサンゼルスだけではなくラスベガス、アトランタ、サンフランシスコをはじめとしたアメリカ各地、及び、 カナダの一部にまで波及したようである。本庁は辞任せよ。4人の警官は全員有罪だ。暴力警官からバッチを取り上げろのプラカードを掲げて抗議デモをしたグループもあった。この暴動が勃発した初日、LA 市内をトラック輸送仕事でいつも通り走行していた白人トラック運転手、レジナルド・デニーはフローレンス通りとノルマンディー・アベニューの交差点で、 信号待ちをていた際、主に若者を中心とした、暴徒化した黒人らに、キャビンから引きずり出されて、暴行を受けた。その内容は、コンクリート階で米紙を強打したり、倒れた被害者の頭部に、数十キロの鉄の塊、エンジンブロックを投げ落とすなどだった。またこの様子は、地元 TV 局の取材ヘリから空撮されており、この衝撃的なシーンは、 幾度となく繰り返し全米 TV 放送され、彼はロサンゼルス暴動における最も著名な被害者となった。なお、暴行を受けた後、彼は TV ニュースでその暴行のライブ中継を見ていた地域住民の黒人によって助け出され、病院で回答手術などを受け一命を取り留めている。主な襲撃目標となった LHK は自らを守るだけで手一杯の状況となり、 暴動を取り締まることは全くできなくなっていた。その証拠に、前日の中継されたベニー集団暴行事件でも最後まで刑は現れることはなかった。この時、l a k は現場に黒人警官のみを生かせるよう編成をしており、現場近くにいた白人制服警官たちには現場に近づくなとの命令がディスパッチャー、通信指令通して発せられていた。 4月30日、当時の市長トム・ブラッドリー、黒人。翌93年9月末退任は、非常事態宣言を発令した。もう一つの主たる、襲撃目標となったのが、韓国人商店である。襲撃による被害額の半分弱が、韓国人商店のものであるともされる。韓国人商店主らが防衛のために拳銃を水平発射しているシーンも、幾となく、 テレビにおいて放映された。ちなみに彼ら韓国人店主らの多くはベトナム戦争の機関兵だった。ベトナム戦争に参加した韓国人機関兵に米国政府が移住許可を与えたため70年代に韓国系移民が4倍も増えた。彼らは主に競合相手のいない黒人街で商売を始め、従業員には黒人でなくヒスパニック系を雇い。 閉店すると店を厳重にガードし、そくさと韓国人がへ帰るというスタイルで商売していた。黒人の間では自分たちを差別しながら商売する連中というイメージが定着し、そうした黒人による日頃からの韓国経営の鬱憤が、暴動時の韓国人商店襲撃へと結びついたと言われている。暴動鎮圧のために、周平は元より四千人を超える。 連邦軍、陸軍、及び海兵隊部隊までが投入され、さらには、司法省が、ロドニーキング事件について、公民権法違反、第7編、人種差別行為禁止容疑での FBI による再捜査をアナウンスするなどの努力によって、6日間に渡った暴動はようやく収束を見た。暴動による被害は、死者53人、負傷者、約2000人を出し、 放火件数は3600件、崩壊した建物は1100件にも達した。被害総額は8億ドルとも10億ドルとも言われる。韓国人外は死刑が暴動鎮圧に消極的だったと厳しく非難した。また彼らは無実の我々が犠牲を強いられた責任は死当局にあると述べた。この事件での逮捕者は約1万人にも上り、 そのうち42%が黒人、44%がヒスパニック系、そして9%の白人と2%のその他の人種が含まれていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。